はい、どうも、慢性腰痛専門整体院青葉院長の石島です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今日はですね、慢性腰痛専門なんですけどもね、まあ、ここにはですね、首の痛みであったりとか膝の痛みとかですね、いろんな、お客さんがいらっしゃいます。はい、まあ、それだけですね、皆さんこう痛みがですね、どこに行っても治らずですね、困ってしまっているっていうところでですね、私のところに来ていただくんですけども、昨日ですね、昨日来ていただいたお客さんでですね、首肩ですねの慢性的な痛みで、ひどくなるとですね、まあ、肩甲骨の方とか、あとは頭まで痛くなってくる。でさらにひどい と、吐き気までしてしまう、まあ、そんな感じの方だったんですね。で昨日はですね、とりあえずですね、首の回すっていうところで見ていったんですけども、首をですね、左側にですね、左側に回していったときに、首のですね、この辺がなんとなく痛い、ピリピリするような痛みがあるっていう方でした。はい、まあ、これが後ろですね、後ろで首をですね、こっち側に回したときに、肩甲骨の内側ら辺ですね、この辺ですね、この辺に痛みがあると、いう方がいらっしゃいました。はい、でこれの原因はね、何かっていうとですね、やっぱりですね、ここの、いつも言ってますけども、ここのところにですね、原因がないわけなんですよ。原因がないんです。痛みが、ある場所っていうのは必ずしも原因があるとは限らないんですね。で、基本的にはここをですね、皆さん痛いっていうところで、よくですね、マッサージ。マッサージ屋さんですね、行って、まあこれをですね、揉みほぐすわけですよ。で、その結果どうなるかっていうとですね、はい、一時的に良くなるんですね。まあその場では気持ちよくて、あ、なんとなくこう、あ、ほぐれた感じがするなーなんて言うんですけども、まあ、結局のところはやっぱり翌日朝起きてしまうと、あー、また硬いしな、重だるいなーっていう風になってしまうんですよ。うん。で、それはなぜかっていうとですね、ここが痛いところっていうのが原因じゃないからなんですよね。原因じゃないんですよ。はい、ここには原因がないっていうところなんですね。ですから、いくらマッサージしてもこの方は良くなりません。で、この方の原因っていうのはなんとですね、はい、この方の原因は小円筋っていうですね、肩甲骨の外側についている筋肉だったんですね。でここをですね、調整してあげることでこの方の首の痛みっていうのは一瞬で取れました。一瞬で取れました。本当ですね、この肩甲骨の内側ですね、こうピリッとなんか来るような痛みだったんですね。やった瞬間にこう首を回しが痛っていうぐらいの痛みだったんですけど、それがですね、ここをしっかりと調整することによって、痛みがすぐ取れました。すぐ取れました。でやっぱりですね、この結果を出すためには、しっかりですね、原因を見つけなきゃいけないんですね。原因を見つけなければいけない。ただ単に痛いところをほぐしても、これは一生良くならない。間違いないです。一生良くなりません。ですから、しっかりと原因を見つけて、ちゃんとアプローチをすることが大切になってきます。はい。で、皆さんもですね、ぜひ、首を動かしたときにですね、違和感がある人ですね。で、まあ、首を回したときに、こういうところに痛みが出る人っていうんであれば、自分のですね、肩の肩甲骨の外側ですね、外側。ここをですね、ちょっとマッサージしてあげてください。ちょっと今図でお見せしますね。
これなんですよ。見えますか？肩甲骨の外側ですね。外側。大体ですね、ここが肩甲骨の一番下なんですね。下。この青いところ。こっから指2、3本分ぐらい上です。2、3本分ぐらい上。肩甲骨があったらその2、3本分ぐらい上。で、この辺ですね。この辺にゴリゴリした筋肉があるんですね。これね、押すとすごく痛いっていう人がいます。すごく固まってる人が多いので、ここをしっかりほぐしてあげると、肩甲骨の動きが動きやすくなって、それに付随して首の動きが良くなる方も多いので、ぜひですね、ここら辺固まってる人はちょっと自分でほぐしてみて、その後首の動きとかやってみてください。多分これね、軽くなると思いますよ。はい。っていうところですね、今日はですね、首を回した時の痛みですね、首を回した時の痛みっていうところの原因をですね、お伝えしました。はい、それではですね、こんな感じですね、最近はもう腰だけではなくてですね、全身のですね、あらゆる痛みに対してこう情報をですね、どんどん発信していきますので、ぜひですね、チャンネル登録の方をしていただいて、お見逃しなくお願いいたします。はい、あとはですね、見てですね、いいなと思ったらですね、いいねボタンの方、はい。はい、お願いします。はい、それですね、今日はですね、これで終わりにいたします。はい、本日も動画をご覧いただき、ありがとうございました。